おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。これでなんか昨日ね通達が取れたんですよ。あのね、俺には一つわからないことがある。コロナでまあ、コロナにウイルスのね影響によってね営業は縮小とかよくあるじゃないですか。縮小する意味がわからない。いや、理由を聞いて。じゃあ、なんかコロナのに、せや、コロナのね、話で、例えばさ、スーパーだったら店員が減るじゃないですか。店員減りました。じゃあ、今ね、実際スーパーどうかって言ったら人多いんですよ、結構。むしろ買い物とか買いだめのせいで、店員のね、一人に対する店員の仕事効率が上がってます。仕事のね、効率というか、仕事の、まあ、量が増えています。なのに、仕事の、ね、人は減ります。まあね、僕はいつも思ってます。並んでる時にね、並びすぎて密なんですよ。これ結構前も言ったな。はい、もう一つ。私のね、職場の本部、特養。なぜか人数が縮小されております。何を考えてるんでしょうね。結局なんか、今回使うのはね、こちらの3体。まあ合体モンスターなんですよ。まあ結構ね、今までモンマスの話とかね、いろんな魔物の組み合わせとかやってきたんですけど、今回はちょっとこの合体モンスターで行かせていただきたいと思います。結構珍しいね。グレートドラッキー以来かな。はい。まあこちらの合体モンスターはね、ローディングが非常に長いことで有名でね、これ喋る時間が結構長いんですけど、来ました！こちら !HP3100! もうね、モンバト2レジェンドのね、後期にね、出ました合体モンスター、スラリンガルでございます。HP3100 を誇るもうびっくりですよ。合体モンスター最高の HP を誇ります。おーおー。そう、このね、スラリンガルという合体モンスター。ね、モンバト2後期には強い合体モンスターが、まあ非常に多いんですよ。カンダタしかり、ケミオンしかりね。まあ強い合体モンスターが多い。なんかね、こいつもね、小学生大会、ステップアップ大会って言うんですけど、モンスターバトルロードの。小学生大会の部でかなり有名だった。まあかなり人気でしたね。正直ね。まあ子供とかの、まあ金銭的にも厳しい子供たちが、子供たちがね、使いやすい。もうね、すぐ用意できる。すぐ用意できるし、使いやすくて強い合体モンスターとして人気でって、決勝戦がスラリンガルバサスラリンガルという地獄のような光景だったっていうこともありました。まあ、それぐらい強いモンスターって言っていただければね、わかりやすい。さあ行きましょう。ハントして、ミサイルの乱れ撃ち、ケツから出るんだぜ、このミサイル。ドン、上、強いよ、マジか、こいつ。もう特筆すべきは、このね、ガルミサイル。このね、炎爆発属性っていうね。しかも、属性にも恵まれて火力も高い。そして耐久も高いんですよ。HP をね、3000超える合体モンスターには、他にもね、ブオーンとかがいたんですけど、まあ、彼の場合はですね、ブオーンの場合は分かると思うんですけど、まあ、耐久が低いんですよ。HP は3000確かにありますけど、耐久が低すぎて、まあ、お話にならない。まあね、防御面が低い。まあ、弱点も多い。で、技力も、まあ、技力が高いね。はい。ただ、だから、今まで、合体モンスターの脳筋系っていうのは、身の回り低かったんですよ。ただ、このね、リンガルは耐久も備えてるっていうね。まあ、強いですわ。耐久も備えてるからね。ちょっとメイクアップが怖いとこありますか？やってんなって言わせないでくれよ。頼むぜ、お前ら。これ、メイクアップで止まる説がちょっと濃厚なんですよ、実は。で、このね、硬さよ。ほら、硬い。硬いのよ、やっぱ。今までのブオーンたちと違うもん。全然違う。ひなちゃんのね、モンスターマスターの称号を得てもこれ。さあ、行くぜ。ガルミサイル。これ強すぎなんだよな。まあね、合体モンスター最終的にはやっぱりさ、今まで合体モンスターの印象っていうのは、魔物使いのレベル99のためまでに、まあ、つなぎとして使う人非常に多かったと思うんですよ。さあ、とどめ刺そうか。行くぜー。さあ、DLC の力を、特段受けろ、フォース。そういうことです。今回スラリンガルを使った理由はですね、DLC です。以前、伝説の勇者でも言ったと思うんですけど、こいつ、DLC と組み合わせることで非常に強くなります。スラリンガルは。はい。DLC はもともと強いもんだっても分かってると思うんですけど、まあもちろん。この DLC と組み合わせることでね、めちゃくちゃ強くなるんですよ、これ。スラリンガルって実は。それを見せたいと思います。はい。さあ、行くか、そろそろリンガル行くぜ。スラキャノン行くぜ、フルパワーで行くぜ、スラキャノン爆裂するな、うおらうおら
あ、ええやってんなぁ。いや、基本的に合体モンスターっていうのはやっぱりつなぎで、もう一回同じ話をします。魔物使いのがモンスターマスターになるのつなぎとして使ってた人非常に多いと思うんですよ。合体モンスターっていうのは、その合体モンスターがステップアップ大会かとか、なんだったらステップアップ大会ってことか、めっちゃ噛んだわステップアップ大会どころかね、普通の大会でもね使用してた、なんかもうそういうレベル、もうだからよ、かなりね合体モンスターにはお世話になった人多いんじゃないかな。こいつには大会でも通用する合体モンスターでおかしいっすからね、今言ってしまえば。正直まあおかしいレベルなんですよね、もはや。ここまで来ると。なんでさ、育成したり、ちゃんと考えたチームより、よほど強いと。はい。なんか避け始めたけど、スラリンガル。急にスラリンガル避け始める珍事発生。まあね、そう考えたらだいぶ壊れてる。どうしたどうしたの、急に。運が収束したか、じゃあ今度は頼むよ。さっき意味わかんないことになってたからね、もう 1% 避けるわ。 1% が避けたり 8% が避けたりすんじゃねえよ。スラリンガルにね、唯一の弱点雷でございます。ちなみに、なんかね、これさ、今更なんだけどさ、モンバット2後期のさ、なんかこのモンスター系統に雷に弱いやつ多すぎ、めちゃくちゃ耐性が凄まじいけど、なんか雷に弱いってやつ多いよな。よく考えたら、よく考えたらそんな気がしてきが来なくもないんですけど。さあ、今度はどうだ。いや、でもこれ実はね、相手がね、刺さんねえ、炎爆発ともに。さあ、ホースの力身にまとったぜ。行くぜ、フルパワーで行くぜ。フルパワー避けんじゃねえぞ、言っとくけど。さっきより避けられ、なんだったらこれさっきより避けられやすいんだけど。なんか今度はさっきより避けられやすいんだよ、忍びの服、死神の盾、ギズボかよ。そういう不安要素ばっかりですけど、当たれば強いから、当たれば強いって言うけど、あっちつ当たんだよ、あおめが当たってねえだけなんだよ。行くぜ、来ました、いけガルミサイルじゃ、フォースの力だめんな、行くぜおい、フルパワー、おおおお、出た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 、やばい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 、これだったやばい、これだったら、あーほら出た、当たんなかったら携帯、おっと、はい、危ねえな、ヒヤヒヤさせてくんじゃねえか、このゲームだから面白いんだよ。手のひらが早い。もう一体フォースで輝くモンスターを紹介します。はい、 DLC と合わせることでね、火力が先ほどのように大幅に向上するね、合体モンスターもう一匹いらっしゃいますんで、ちょっとそちらを使いと思います。まあ、この見た目でわかりますかね、最終合体モンスター、最後の最後に生まれたね、合体モンスター。その名も、クロケルラコン、姫はどこだ、姫はいずこ、いざゆかん、クロキシレオコン、いささか姫違いな気がするんだけど。クロキシレオコンが求めてきたのは、竜王の城、ローラ姫を返すと言わまがりにね。レオコンってローラ姫と付き合ってたのか。さあ、で、オトマはもう一人いたよね、先ほどのスラリンガル、そのまま続投しております。ね、この黒騎士旅行も同じように、フォースやね、テンションバーンがね、非常に使いやすい、ね、合体モンスターになっております。さあ、どちらかというと、レオコンっていうのは、火力はちょっと低めなんですよ。リンガルとかと比べると火力は低め。そのくらい耐性面や回避が凄まじいっていうのが、まあ、レオコンのいいとこかな。耐久としては一番レオコンが硬いのかなっていう印象ありますね。はい。もう開幕フォースをかましましたが、まずはここ食らっていく、いいよいいよ、さあここから行くぜ、みんなガルミサイル行ってこい。いやでもちょっとね、これ効き目は悪いから、フォース使ったからね、はい、うわー810、あれフォース使って810、そっち、あれ会心出たな今、あー900、あれちょっと待って、ねえ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 、ちょっと待って、今珍しい光景が、ちょっと待って、今すごい珍しい光景ありますね。会心のダメージより、フォースのダメージの方が、来た、雷鳴が届き、嵐を呼ぶ雷鳴疾風陣、受けてみよう、はい、うわ出ること、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 スラリンガル、会心の方がダメージ低いっていう珍しい現象起きてる。強いよ、マジかよ、こいつ。
強いな。弱点問いつつフォースの力だけだから強いわな、マジで。そう、レオコーンも A と B どちらも属性を含んでいるのでフォースがね適性があるってわけですね。まあ、テンションバーンはね合体モンスターだったら誰でも相性いいんですけどね、勇者とか、テンションバーンはね、勇者とかもそうですけど、合体モンスター全てにテンションバーン使えるけど、フォース使えるのはこの2体だけじゃないかな。フォースをうまく使えるのはこの2体かな。 A も B も属性攻撃持ってるから。にしてもスラリンガーはお前、会心の方がダメージ低いのはかわいそうだぞ。会心の方がダメージ低いってどういうことなの。まあでもね、これね、打ち合いになってんね、攻撃の。さあどうだ。あー、いいね、レオコン勝てー。やっぱレオコン強えな。耐性面はいいからね、レオコン。ちょっと火力足んないけど、まあ、今回は竜王なんでね、大して苦戦する感じじゃないでしょう。まあ、竜王はね、今回ね、スラリンガルとか、レオコーンは弱点取れてるんで、それがでかいかなと。まあ、ここはじゃあもう一回フォースで。危険の動きの相手使うと DLC の力でいきましょう。いくぜ、DLC! いや、強いんだ、このフォースが。フォース自体が結構強いんだよな。で、ただ専用パーティー組むと難しいんだよね。なので、合体モンスターで使うのがね、いや、単純かつ強力。強いな、905だってさ。905だってさ。はい、ガンドミサイル？はい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 。ああ、はははすげえな、お前。すげえな、フォース。ここまで強いとは。姫を返さんと言わんばかりにね、激怒した竜王が襲ってきました。いけるぞ、お前らなら。多分ね、吹き飛ばせるぞ、お前ら。大モンスターで行くね、赤目竜王。しかしね、まあね、何が強いかって、この2体がね、竜王の弱点取れてるんですよ。白目だろうが赤目だろうがね、弱点取れてるんですよ、こいつらなら。行ってこいでよ、お前弱点取れるから今回は火力あるよ。火力取れなきゃ大体雷鳴疾風時400ぐらいなんですけど、弱点取れてる、うわ、強っ !510 取れてるのか、強えな。いいよ、いいよ。雷鳴が届き、嵐を呼ぶ。はい。いや、合体モンスターがね、結局ここに帰ってくんのかな。なんかいろいろしてたけどさ、DLC がこう来たじゃないですか。DLC が来て、合体モンスターでさらに強い合体モンスターの使い方が生まれたことで、なんか結局合体モンスターに帰ってくんのかなみたいなレベルでね、めちゃくちゃ強いんだよ、こいつら。なにこれ !687! 687やって。どうなってんのこれ。今まだフォース使ってないからね、言っとくけど。まだフォース使ってないよ、君ちょっと。君ちょっとやるしかねえな。次のターン行こう。次行きます。引きちぎる。まあレオコーンはね、打撃耐性は持ってるんで680ぐらいか。うう、勝ったお前。いや、レオコーン勝てえな、本当に。リンガの方が食らうかな、これは。どっちかといえばってことは、あー、そうだね、600。そうだよね、レオコーン勝てえな、そう考えると。さあ、ここで行きましょう、フォース解放。このターンに凍結カードは存在しないんで、行動に合流します。行くぜー。結局ここに帰ってくんのかな。来た、雷鳴疾風陣行ってこい。雷鳴疾風陣でどっ、雷鳴が届き、いや、今度はどうだ、雷鳴疾風陣、せーの、はい、うわいいダメージ出んなー、900だってさ。まあ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 、てかさ、でもさ、ガッタモンスターやっぱね、まあ、当たり前なんだけどさ、レジェンドヒーローでもそうなんだけどさ、外した瞬間のえらいことなんだけど、ね、敵がすごいんだけど、敵の圧がすごいんだけどね。敵やばい、これ削り切られるぞ。ちょっと待って、これ削り切られるんじゃねえ、大丈夫かこれ。なんか若干危ないな。リンガルここでどんぐらい出せるかよ。スラキャノン行って、今度当てろ、行くぜー、フルパワーの、行くぜ行くぜー、おらんおらんおらん、うわははは、フルパワーすぎて草。1200出した。何一人で1200出してんだあいつ、やばいな。フルパワーすぎるんだよな。おたけびか、おたけび入ってくるか。オッケーオッケーオッケー、さすがに合体モンスター。状態状態性はね、ほぼ完璧に等しいからね。雷鳴疾風陣一発で900よ、一発900。はい、うわっ、やばいなこいつ。結局ここに帰ってくんのかなこれ。まあさっきのね、初めの2戦では若干不甲斐ない結果見せてますけど、これね、普通に対人やったらね、普通に強いと思うもん、正直。
一応ここに帰ってくんのかなで、モンマスでね、こういうフォースの専用パーティーとか組むとね、どうしても HP が低かったり、耐久が不足したりするから、そういうこと考えると合体モンスターって本当にいいんだね。DLC と合わさって最強に見えるんだけど。さあ、ラスト決めるか、フルパワーだ、ガルミサイル、いけ、どんぐらいでの、どんぐらいでの、どん、うわー、ちょっと待て1156。ねえ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 、1156ってどういうことなのよ。それかける2だったの、お前。とんでもないダメージ出してんの、お前。やっぱここに壁来るのかな、モンマスって。